はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回の動画はアメリカ旅行、自分に合ったホテルの選び方ということで話をしたいと思います。 Far West Life。 まあ、アメリカに来てね、ホテルの選び方どういうふうにして自分に合ったホテルを選んだらいいんだろうっていうふうに、特にね、個人でアメリカ旅行を来られてる方で、まあ、悩む方多いと思います。ちなみにですね、僕はアメリカで、グランドサークルって呼ばれるラスベガスを拠点に、こういろんな大自然の観光地を案内する仕事をしているんですよね。多い時だったらもう週に3回も4回もホテルにこう泊まったりしてて、長いツアーとかだといろんな各観光箇所のね、近くのホテルとかをずっとこう今までこう泊まった経験があるので、今回はですね、その現地ガイドをしている僕が、じゃあ実際に自分が個人で旅行に行くんだったらどういう基準で、ホテルを選ぶのか、どういう選び方をすれば自分に合った旅行のホテル選びっていうのができるのかっていうのを、話したいと思うので、この動画を最後まで見ていただきますと、自分に合ったアメリカ旅行のホテル選びがスムーズになると思いますので、ぜひ最後まで見てください。ちなみにですね、僕過去にホテルの選び方っていう動画を出したりとか、まあ、アメリカ旅行のアドバイスみたいな動画をこう出してるんですけど、それって結構初心者向けに出してる動画がやっぱり多いんですよ。ただ、今回はですね、どちらかといったら中級者向けに動画を配信しております。それでは早速スタートしていきましょう。やっぱり皆さんホテル決められる時って、そこの場所のね、行きたい観光地の周りのホテルをこう一個一個検索してですね、あ、ここのレビューがいいとか、あ、ここのレビューは悪いからやめとこうとか、まあそうやって一個一個ね、ホテルを見ながら決める感じの人も多いと思うんですよ。そのレビューを書いてる人はその人に合った意見を言ってるんで、必ずしも自分に合うっていうのは限らないですよね。で、そんな中で、じゃあ実際に現地ガイドしてる僕が個人で旅行に行くんだったらどういう基準で選ぶのかっていう話なんですけど、で、僕の中ではもう自分が愛用しているホテルの系列っていうのがいくつかあるんですけど、超高級じゃなくても、まあまあそこそこお金払っていいからかなり満足できるようなホテルに泊まりたいっていう場合は、僕のおすすめは、マリオット系列のホテルです。だからマリオットホテルとか、なんとかなんとかバイマリオットってこう例を出してみると、コートヤードバイマリオットって書いてあったりするところとか、その要はそのマリオットが経営してますよという、そういう系列のホテル。ただですね、普通のそのね、デイズインとかそういったところに比べると料金がちょっと上になっちゃうんで、いいサービスがあるっていうのはまあ当たり前なんですよね。なんだけど、まあそこまでちょっとお金払わなくても、そこそこの普通のよくあるところで満足できるところを教えてほしいですっていう人も多いんですけど、まあ、僕が愛用しているホテルの系列があるんですよね。まあ、僕の中でなんですけど、そのホテルランキングみたいなのが系列でこういろいろこう決まってるんですよね。マリオットほどは料金高くないんだけど、それでもそこそこやっぱり清潔でついてる、朝ごはんとかも美味しくてですね、店員さんのサービスもすごくいいみたいな感じのイメージがあるところで、僕が愛用しているところっていうのはハンプトンインっていうところです。これはね、ほぼほぼもう間違いないです。僕がかなりもう毎回ハンプトンイン結構検索して予約することが個人的には多いですね。Far West Life。で、あとはですね、ホリデーインとか、ベストウェスタン。普通のホリデーインじゃなくて、ホリデーインエクスプレスとかね、ベストウェスタン系列でも、ベストウェスタンプラスって書いてあったりする、ちょっとワンランク上のやつですよね。同じデイズインでも、デイズイン&スイートって書いてあったら、普通のデイズインよりはワンランクが上なんで、そういったところでも結構質がいいホテルが多いんですよね。だからそういったところでも、普通のところよりはちょっとワンランク上になるかなって思うんで、まあいいんじゃないかと思います。ウィンダムって書いてある系列ね、なんとかなんとかホテル by ウィンダムって書いてあったりするね。ウィンダムも結構いろんなところにチェーン店置いてるんで、それでもまあまあまあ無難かなみたいな感じ。まあよくあるところで言うと、そのスーパー8とかモーテル6とか、
まあでもですね、やっぱり個人で一人旅とかで来ていると、あんまりそこまで質にこだわりませんよと。まあ普通に快適に眠れれば別にそんなに質を求めたりしませんよっていうような人だったら、別にウィンダムとかまで考えてその系列を取る必要は別にないかなと思います。もちろん値段もその今まで言ったやつよりは安くなりますから。はい。ただですね、これもう本当に個人的な意見なんで、人によると思うんですけど、まあ僕の中でですね、もう絶対にそれでもどんなに格安でも、もうこのホテルだけは絶対泊まりたくないっていうホテルがあるんですよ。で、あくまでこれは僕の個人の意見だし、個人的なその経験とかもあるんで、どこまでちょっと参考になるかわからないんですけど、もう絶対に二度と泊まらんっていうホテルがあるんですよね。で、それどこかというと、トラベロッジっていう系列のホテルです。これは僕はもう絶対泊まりたくないです。ある時ですね、僕は格安ツアーを担当してた時があって、たまたまその泊まるホテルがトラベロッジだったんですよね。で、その時にそのお客さんがね、タバコ吸わない人なんですよ。で、タバコ吸わないお客さんの部屋に対してその従業員が、部屋からタバコの匂いしたから、お前のお客さんタバコ吸ってるから罰金払えと、ね、ルール違反だから罰金払えって言ってきたんですよ。これ結構むちゃくちゃやな、ありえへんなと思って、もうそれ以来ね、最悪やなこのホテルっていうふうに、まあ僕は思ってるんですよね。それってホテルに問題があるんであって、別にね、お客さん本当にかわいそうやなと思って、そんなこと言ってくることで絶対泊まらんわと思ってね、僕はその、担当してたところのね、旅行会社のエージェントさんには後でもうちゃんとリポート書きましたよ。もうどんなに安くても、もう二度とこのホテルは絶対利用しない方がいいですよと、もうおすすめしませんよと、絶対やめましょうというふうに、もう僕クレーム出したことがあるんですけどね、もうそれぐらいね、個人的にはもうトラベロッジっていうところはもう僕は泊まりたくないし、友達とか家族連れもどんなにお金がなくても、そこには泊まらない。もうなんなら僕車の中に寝た方がマシやっていうぐらいあんまり好きじゃない経験がちょっとあるんで、はい。まあそういう場所もあるっていうことですね。はい。Far West Life。はい、ということで、まあどこまで参考になったかどうかはちょっとわからないんですけど、選ぶときに何を基準にこう考えて選べばいいんだろうっていうふうに、まあ迷ってる方はですね、今回の話を参考にしていただいたらと思います。もちろんね、全然お金に糸目つけないっていう場合とかだったら、同じ系列でもね、そのハイアットとかそういったところに行ったら、もうそこそこいいホテルっていうのは分かってるんで、そういったところを予約するのがいいと思うんですけど、まあ似たような全国の系列のホテルとかで、まあ何を基準にするのかっていうので、まあ僕だったらこうするよっていうことで、今回は話をさせていただきました。まあまたですね、質問等あったらいつもまあコメント欄、またはですね、僕のインスタに、まあ、DM とかいただいたら相談に乗りますので、まあ、いつでも連絡いただけたらと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。良いアメリカ旅行。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channelPlease subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.